いつもご覧いただきありがとうございます。普段演奏動画をどうやって撮ってるのか、今回そのような質問をいただいたのでお答えします。普段録音に使っている機材はこちら、じゃーん、ローランド高音ミキサープロ。こちらを使って楽器の音を iPhone に録音しています。外観はこんな感じです。本体左右の入力端子にギター、ベース、キーボード、電子ドラム、マイク、そしてエアロフォンなどの楽器を接続することで録音できます。ファントム電源でコンデンサーマイクも使います。前面にはヘッドホン出力端子などがあります。例えばエアロフォンとはこのように接続しています。太陽電池4本での駆動も可能で、コンパクトで持ち運びも簡単、とってもおすすめな機材です。ちなみに動画作成にはこれまたローランドの OX カメラって読むのかな、こちらを使用しています。このアプリを使うことでこのような多重録音動画、4分割動画を簡単に作ることができます。動画を撮っているのかの紹介でした。ローランド高音ミキサープロとアプリ 4X カメラ、これからもこれらを使って皆様に楽しんでいただけるよう動画作り頑張ります。楽しみにしていただけると嬉しいです。ではまた。